いよいよ草原に入ってまいりましたけれども、はい、こんな形で景色開いてきましたね。あちらの方に牛がいます。見えますでしょうか。はい。で、こちらの方はですね、草原は放牧地となっておりまして、主に牛、それから馬も少々放牧されております。で、今冬なのでですね、だいぶ下の牛舎の方に下ろされている牛馬が多いんですけれども、ところどころああいう形でですね、冬を越しているような牛馬もおります。聖なる山とも言われておりまして、昔はですね、たくさんの修験者がなんとこの山の上に住んでたんですよ。すごいですよね、こんな過酷な中に。で、あちらの噴煙を上げております中岳からこちらの方に向かってずっと草原が続いているんですけれども、もう少し進んでいくと右手の方に見えると思います。だいたいですね、9月ぐらいから白いススキの方が出てきまして銀色になり、さらに、霜で枯れてくると11月、12月になってきますと、こういった金色の草原になってきます。で、これがですね、夕日に当たると赤く染まって本当綺麗なんですね。はい、こんな風にですね、季節ごとにいろんな風景を見せてくれますので、またぜひ足をお運びください。はい、先ほど言ってました、米塚の方ですね、こちらを見ながら、北側林山の方を奥に見えております。で、このね、北側林山、なんだか不思議な形をした山だと思いませんか。はい、普通はですね、山ってこう先がとんがっていて谷があってという形になってるんですけど、なんか真っ平らですよね。はい、先ほどね、大観峰どこですかとか、あと小国のね、発電所の方行きましたっていうようなお話もあったんですけれども、大観峰も、小国の発電所もあの平らな山の上の方になっております。で、この山がなんで平らになったと思いますか。はい、実はですね、阿蘇山の噴火と関係があるんですね。はい、阿蘇の、山はですね、4回大きな噴火があったと言われてます。で、その中で一番新しい、噴火が一番大きかったと言われてるんですけれども、大体9万年前と言われてるんですね。